三重県立市市病院は三重県津市白山町南下城にある病院。現在、内海以外は三重大学からの派遣医師による診察となっている。2006年度まで市市病院は、壁吉医療の拠点、終末期医療における緩和ケアのに大柱の下で運営されてきたが、運営方針をめぐって県の病院事業庁と現場の医師が対立。 院長をはじめとした医師が辞職するという混乱が起きていた。その後、2007年度からは家庭医としての病院に変更され、療養病床44床が休止することになった。三重県は2009年2月に県立4病院の改革案を公表し、一種病院の診療権が津市白山、三杉地域にほぼ限られることと、借入れ金が年々増加していることを理由に、 民営化する方針を示している。この案は民営化の後に経営悪化で廃因になる恐れがある。全国平均に比べ赤字は少ないとして地域住民のみならず三重県議会からも反対が起きている。仮に廃因になれば他の病院へ公共交通を利用して通院すると丸ついたちかかってしまうという。同年11月に県が11の医療法人に 対して実施したアンケートによると民営化された場合の運営に前向きな回答をしたのは一法人にとどまり、医師の確保が依然厳しいことから、野呂秋彦三重県知事は少なくとも2011年度までは県営を維持すると2010年2月22日の三重県議会定例会で発表した。しかしながら民営化の方針は変えないとしている。その後、2012年9月に辻が 三重大学に寄付講座を設けることで、同学から医師を派遣してもらう体制となり、2016年3月に津市が寄付講座を終了、翌4月から三重県が同様の寄付講座を設けることとなり、少なくとも2021年までは一市病院の医療体制が維持されることが決定した。2007年度以降、同院は三重大学家庭医療学教室から家庭医の派遣を受けており、 上勤医は家庭医のみで構成されている。これは全国的にも珍しい状況である。2007年度から2012年8月まで飛松正樹医師が院長となり、三重大学道教室の主関連病院として家庭医療の実践と啓蒙に尽力した。2012年9月に四方明医師が院長となり、家庭医を中心とした地域医療、教育、 研究の3つを主軸とした活動を行い、全国の医療過疎を解決する、病院モデルになることをビジョンに掲げている。ありがとうございます。